皆さんどうもこんにちは、マカロニオです。今回は注文住宅の購入で動き始める前に知っておくべき購入手順という、そんなテーマでお話をしていこうと思います。これから注文住宅の購入を検討する人からすると、おそらくどのような手順で家づくりを進めていけばいいのかわからないという人が大半かと思います。それもそのはずで、注文住宅って多くの人にとって一生に一度の買い物ですから、購入手順がわからないというのも当然なんです。ただそんな状況の中で、とりあえず動いてみようと思われている方も多いとは思うんですが、例えば日本にはものすごい量のハウスメーカーが存在します。しかも専門知識がないと読み解けないものが多く、違いが非常に分かりにくいですから、調べれば調べるほどハウスメーカー迷子になりやすくなるわけです。また土地から購入して家作りをする場合は、なんとなく雰囲気的に最初に土地を購入する段取りをした方が良いような気がしますよね。特に最近では YouTube 上で不動産屋からハウスメーカーを紹介すると、特別な稟議によって通常よりも多く値引きをしてくれる、だから最初に不動産屋に行くべきというデマ情報まで拡散されてしまっているくらいです。まあもしかしたら本当にごくごく一部の中堅ローコストメーカーだとそのような仕組みがあるのかもしれませんが、少なくとも私と直接関わりのある大手ハウスメーカー各社、具体的には積水ハウス、住友林業、大和ハウス、ヘーベルハウス、三井ホーム、パナソニックホームズ、積水ハイム、ミサーホーム、トヨタホーム、これらのメーカーにはそんな仕組みは 100% 存在しません。じゃあ何が一体本当なんだ、どうしたら効果効率的に注文住宅の購入ができるんだという話だと思いますので、今回は注文住宅の購入で動き始める前に知っておくべき購入手順という、そんなテーマでお話をしていき、これから注文住宅の購入をされる方に向けて道しるべとなるような、そんな解説をしていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただくことで、ハウスメーカー迷子にならずに済む、自分たちが組むべき予算がなんとなく分かるようになる、これらのメリットがあります。一方で最後まで見ていただけないとハウスメーカー迷子になる、短い期間で慌ててハウスメーカーを決めなければならなくなる、土地にお金をかけすぎて建物にかけるお金がほとんどなくなる、みたいな失敗をしてしまうかもしれません。なのでこれらのような失敗をしたくない方は、ぜひとも最後までご視聴ください。また今現在公式 LINE に登録をしていただくことで、全国の優秀な住宅営業マンや設計士のご紹介、注文住宅攻略マニュアルのプレゼント、公式 LINE でしか見れない限定動画の視聴、これらの特典を受けることができます。さらに私が作った自ら担当者を選べるネット版住宅展示場めぐりえに登録をしていただくと、無料で私との個別面談ができるようにもなります。各ハウスメーカーの弱点や比較ポイントを知りたい、注文住宅を買いたいけれど何から始めればいいのかわからない、最短で自分に合ったハウスメーカーを知りたい、これらに該当する方はこの機会にぜひとも公式 LINE とめぐりえの登録済ませておいてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではやっていきましょう。今回の話の結論なんですが、今からお伝えする3つのステップ、これを覚えて順番にこなしてください。それだけで皆さんがこれから行う家づくりはスムーズに進むはずです。ではその3つのステップとは何なのかというと、土地から購入される方はステップ1、ハウスメーカーを選び、候補のハウスメーカーを3社以下まで絞る。ステップ2、候補のハウスメーカーに土地探しを依頼する。ステップ3、提案されたものを比較検討してハウスメーカーを決定する。以上の3つのステップを順番にこなしていくだけです。またすでに土地があって建築地が決まっている方の場合は、今お話ししたステップ2がなくなり、ステップ1、ハウスメーカーを選び、候補のハウスメーカーを3社以下にする。ステップ2、提案された資料を比較検討してハウスメーカーを決定する。こうなるだけです。これだけ見ると注文住宅の購入手順って意外と簡単じゃんって思いませんか？思いますよね。まさにその通りで、皆さん難しく考えすぎているだけで、実は注文住宅の購入手順って非常に簡単かつシンプルなんですよね。ただしそうは言っても、いろいろな疑問点が出てくると思います。具体的には土地から購入する場合、土地を最初に探してその後にハウスメーカーを選んだ方がいいのでは、候補のハウスメーカーを絞ると言ってもどうやって選べばいいのか、予算はどのように決めればいいのか、おそらく大きく分けて以上の3つのような疑問が出てくるはずです。なのでこれらの疑問に答えるべく、それぞれ回答していこうと思います。まずは土地から購入する場合、土地を最初に探してその後にハウスメーカーを選んだ方がいいのではということについてです。こちらの回答についてはもちろんノーです。土地から購入して家作りをする場合、どうしても土地を見つけるところから始めた方がいいと思ってしまうんですが、実はそれって間違いなんですよね。ではそれがなぜなのかという話なんですが、その理由は大きく分けて3つ存在します。まず土地を見つけるところから始めてはいけない1つ目の理由が、不動産屋は建物の専門家ではないということです。要は何が言いたいのかというと、極論不動産屋は土地さえ売れればあとはどうでもいいということなんですよね。というのも、例えば不動産屋って仲介手数料と呼ばれる手数料を収益としているわけなんですが、これって物件 ×3% プラス6万円 ×消費税という金額が皆さんの負担となってかかってくるわけなんです。つまり物件の価格が高ければ高い分だけ不動産屋には手数料が入ってくるということなんですよ。
だから価格が1000万円の土地の取引を仲介しても、価格が4000万円の土地の取引を仲介しても業務量は同じなんです。でも入ってくるお金に大きな違いがあるわけです。具体的に言えば、土地の価格が1000万円だったら、1000万円 ×3% プラス6万円 ×消費税で、皆さんが不動産屋に支払う仲介手数料は39万6000円になってきます。一方で4000万円の土地だったら、4000万円 ×3% プラス6万円 ×消費税で、皆さんが不動産屋に支払う仲介手数料は138万6000円になってくるわけです。差額はなんと約100万円ですからね。これだけ得られる利益に差があるにもかかわらず、業務量は同じなわけですから、それは少しでも高い土地を売りたくもなるじゃないですか。この気持ちはなんとなくわかりますよね。そして先ほどもお伝えしたように、不動産屋は建物の専門家ではないんです。つまりその土地で建物を建てるときにかかる建築工事費用はいくらかかるのか、建物を建てる上での懸念事項は何なのか、そもそもハウスメーカーの建物の金額はいくらなのか、これらは把握していないし、把握する必要もないんです。なぜなら先ほどもお伝えした通りで、基本的に不動産屋というのは土地さえ売れればいいからですね。もちろん何事にも例外はありますが、多くの不動産屋が建物に興味がないということは覚えておいていただければと思います。これが土地を見つけるところから始めてはいけない一つ目の理由、不動産屋は建物の専門家ではないということについてです。次に土地を見つけるところから始めてはいけない理由の二つ目が、不動産屋に足元を見られる可能性があるからです。というのも、これは1年に何回かそういう物件に出くわすんですが、契約直前で土地の金額を釣り上げてくるという不動産屋が時々います。どういうことかというと、例えば契約直前に不動産屋から急に担当の住宅営業マンのところに電話が入って、地主がやっぱり今の金額で土地を売らないって言ってるんです、もうあと300万円追加で払ってくれるんだったら売ってもいいよと言ってるんですがどうですか、とか言ってくるケースが100件中 1,2 件はありますよっていうことです。私は今まで全国で500棟以上の家作りに携わってきたんですが、覚えているだけでも10件は確実に今お話ししたようなことがありましたからね。まあ、だから個人的にはよくあるというか、このケースに遭遇してもまたかって思えるようになるくらいにはなっています。まあ、そんな話はさておいて、そうならないようにするためにも、この部分は最初から注意しなきゃいけないなと思っている部分なわけです。じゃあどうやって注意するのかというと、それが不動産屋には直接行かないということ、不動産屋には個人情報を簡単には開示しないということ、この2つです。先ほどもお伝えしましたが、土地の金額は上がれば上がった分だけ不動産屋に入る手数料も多くなります。なので土地をこれから購入しようとしている人の収入が良かったり、金額を釣り上げても買うだけの余力があるなって思われてしまうと、中にはそういうちょっと悪いことをしてくる不動産屋も当然出てくるわけなんですよね。しかも先ほどお話しした突然金額を釣り上げてくるパターンって、契約直前で言われるケースがほとんどです。だからお客さんとしても釣り上げられた金額を飲むしかなくなるんです。実際にそれで300万円釣り上げられたケースも過去にありましたし、泣く泣く仕様を落としてカツカツな状態の家作りを余儀なくされたケースなんかも私は見てきているんです。何事もそうですが、自分は大丈夫って思っていると痛い目を見るかもしれませんので、確実な方法を取るんだったら不動産屋には直接行かないということ、不動産屋には個人情報を簡単には開示しないということ、この2つは意識しつつ、土地探しをするときは最初からハウスメーカーに間に入ってもらうようにしてください。そして土地探しは基本ハウスメーカーに丸投げすることを強くお勧めします。ちなみにハウスメーカーに土地を探してもらっても手数料はかかりません。この話をすると、中にはハウスメーカーに手数料を入れるために誘導しているのではというわけのわからないコメントが来たりするんですが、ハウスメーカーが土地を探すのは正直ボランティアです。手数料は一切かかりません。あくまでハウスメーカーの利益は建物であり、その利益を得るために土地探しのボランティアをしているということを覚えておいてください。そして最後に、土地を見つけるところから始めてはいけない3つ目の理由が、急いでハウスメーカーを決めなければいけなくなるということです。これを理解するためには大きく分けて2つのルールを理解する必要があります。まず1つ目のルールが、住宅ローンは土地と建物セットで組まなければならないというルールです。要は土地だけ最初に住宅ローンで購入して、どこのハウスメーカーで家を建てるのかはゆっくり検討するということはできないということです。ではそれがなぜなのかという話なんですが、実はバブルの時は住宅ローンで先に土地を購入して後から家を建てるということもできたんです。ただ住宅ローン特有の低金利という特性を利用して、土地の転売で儲ける人が出てきてしまったわけです。本来ならそれをやるんだったら事業融資でやらなければいけないんですが、事業融資の場合は金利が高いんです。だからみんな住宅ローンでお金を借りて土地の転売を行っていたんですよね。ただそれって本来の目的とは違う形での融資になっているわけですから、当然規制が入って今に至るわけです。なので今は住宅ローンを組むんだったら土地と建物セットで組まなければならないというルールが決まってしまっているんです。これが一つ目のルールになります。次にルールの二つ目、
土地は買付証明書を入れたら2週間後には契約しなければならないということです。そもそも土地を購入するときというのは、まず最初に買付証明書と呼ばれる A4 用紙に住所、名前、対象の土地をいくらで買いたいかなどを書いて、その書類を不動産屋に提出します。この買付証明書という書類は、分かりやすく言い換えるんだったら整理券のようなもので、買付証明書を入れた順番でその土地の購入を検討する優先権を得られるという仕組みになっています。ちなみに買付証明書を入れるだけだったら現金や印鑑は必要ありませんし、買付証明書を入れた後にキャンセルしたいとなった場合でもキャンセル料の支払いなどはありません。買付証明書はあくまで整理券のような役割ですからね。ただとにもかくにも買付証明書はいち早く不動産屋に入れないと土地購入のチャンスを逃すことにもなりますから、スピーディーな決断が求められます。そして実際に買付証明書を不動産屋に提出した後は、不動産屋がその受け取った買付証明書を地主に持っていき、今いくらでその土地を買いたいという人が現れたけれど、売る売らないどうしますかというのを聞きます。それで地主からその値段で売ってもいいよという合意が得られれば、実際に土地の購入に向けて動き始めることになるわけです。ただし買付証明書を入れて地主から合意を得られたんだったら、先ほどもお話ししたように業界的にはだいたいその2週間後には土地の契約をしなければならないというルールが存在するんです。まあもちろんだいたいですので、必ず2週間後というわけではありません。若干の前後は問題ありませんし、東京などの人気の土地の場合は1週間で契約までしてくれないと買付証明書を白紙にするという条件を出してくる業者も中にはいます。なのであくまで大体ではあるんですが、基本的に買付証明書を入れたら2週間後には土地の契約をしなければならないということは覚えておいてください。ということで、ルール1つ目、住宅ローンは土地と建物セットで組まなければならない。ルール2つ目、土地は買付証明書を入れたら2週間後には契約しなければいけない。この2つのルールが存在するわけなんですが、これによって急いでハウスメーカーを決めなければならなくなるという状態が必然的に生まれてくるわけです。だってそうですよね、住宅ローンは土地と建物セットで組まなければいけない、かつ土地は買付証明書を入れたら2週間後には契約しなければならないわけですから、土地の契約が行われる2週間後までにどこのハウスメーカーでいくらの建物を建てるのか、そして土地と建物合わせて総額いくらになるのか、その総額に対して自分たちは銀行からどのくらいのお金を借りることができるのか、これらは全て明確にしておかなければならないわけです。そのため土地選考で動いてしまい、もし仮にいい土地が見つかってしまったら、2週間でハウスメーカーを選び、建物の中の仕様を大体決め、契約までことを進めなければいけなくなるわけです。しかもハウスメーカーとの打ち合わせって最低でも1回3時間くらいかかりますから、2週間という短い期間の中で捻出できる打ち合わせの回数も限られてきます。そのため打ち合わせが大雑把になり、契約後に金額が上がるリスクが非常に高くなるわけです。こういったことがありますので、基本的には土地を見つけるところから始めてはいけないんです。これが3つ目の理由になります。ということで、不動産屋は建物の専門家ではない、不動産屋に足元を見られる可能性がある、急いでハウスメーカーを決めなければならなくなる、これら3つの理由がありますので、土地から購入する場合、土地を最初に探してその後にハウスメーカーを選んだ方がいいのではということに対する疑問への回答はノーということになるわけなんです。なので土地から購入して家を建てる方の場合は、ネットで自分が購入を希望しているエリアの土地の値段がだいたいどのくらいなのか、これを把握するのにスーモとかアットホームを見るのはいいんですが、具体的なアクションはせず、基本的にハウスメーカーに間に入ってもらい、土地探しを丸投げするようにしてください。これが一番リスクの少ない方法になります。何度もお伝えをしますが、ハウスメーカーに土地探しを依頼しても余計な費用はかかりません。ハウスメーカーはあくまで建物で利益を出しているのであって、土地を探すのは完全にボランティアですから、変に勘ぐることはせず素直に丸投げしてみてください。次に、候補のハウスメーカーを絞るといってもどうやって選べばいいのかという疑問についてです。これについてはざっくりと業界の全体像を把握して、その上でハウスメーカー選びをする必要があります。というのも、例えば旅行に行くときなんかもそうなんですが、地図がないと目的地にたどり着けないじゃないですか。それと同じように、ハウスメーカー選びもざっくりとした全体像を把握した上で選びに行かないと、確実にハウスメーカー迷子になるわけなんですよね。じゃあその全体像とは何なのかという話なんですが、実は住宅業界って三層構造になっているんです。具体的にお伝えをすると、こちらの表のような正三角形となっていて、横に3等分されているようなイメージです。それでそれぞれ説明をしていくと、まず三角形の下3分の1のゾーンがローコストメーカーという括りになります。この層は、例えば予算が厳しいけれどどうにかして住める家が欲しいという人や、あとは土地に対して思いっきりお金を使ってしまってあまり建物にお金をかけられない人が購入する層になります。地元の建て売り業者とか安さを売りにしているハウスメーカーは基本的にここに該当します。次に三角形の中腹部分、
ここは住めるだけではなく、家の性能もしっかりと確保していきたい、そういう方向けの層になります。なので例えば断熱性能、気密性能、耐震性能、遮音性能などなど、これら家の性能を突き詰めつつ、コストもそれなりに抑えたい方はこの中間層に該当してきます。ハウスメーカーとしては中堅メーカーがこの層に該当してきて、具体的には一条工務店、住友不動産、タマホーム、アイコーム店、アキラホームなどが当てはまります。ただしこの話をすると決まって、一条工務店やタマホームは有名な企業なのになんで大手じゃないのみたいな疑問を持たれる方がいます。まあ、その気持ちもわかるにはわかるんですが、そもそも業界として昔から大手ハウスメーカーと呼ばれる会社は、積水ハウス、住友林業、大和ハウス、ヘーベルハウス、三井ホーム、パナソニックホームズ、積水ハイム、三沢ホーム、豊田ホーム、これら9社になります。なので基本的には今お伝えした9社が大手ハウスメーカーという括りになるんですね。ただしこれだけだと、そんなの昔の話だし今は違うでしょっていう反論が返ってきそうなんですが、もう一つ大手と非大手の圧倒的な違いが存在します。それが契約後の打ち合わせの長さになります。どういうことかというと、実は中堅ローコスト系のメーカーって何かしら契約後の打ち合わせを短縮する仕組みがあるんです。なぜなら契約後の打ち合わせって時間をかければかけるほど企業としては時間と人を使うことになるからです。まあ、分かりやすく一言で言い換えるんだったら人件費がかかるということですね。なので契約後の打ち合わせが長引けば長引くだけ企業としては利益がマイナスになっていくことになるわけですから、企業としては同じ人件費をかけるんだったら契約前の集客の部分にお金を使いたいわけです。だから中堅ローコスト系のいわゆる薄利多売系のハウスメーカーって決まって契約後の打ち合わせを短縮する仕組みが存在するんです。具体的にどこのハウスメーカーとは言いませんが、実際に例えば契約後の打ち合わせは3回までというルールがあるハウスメーカー、間取りに制限をかけることで打ち合わせの時間を短縮しているハウスメーカー、契約時に値引きする条件として着工期限を設けるハウスメーカーなどなど、こんな感じで何かしら契約後の打ち合わせを短縮する仕組みが存在するんですよ。注文住宅は建物が完成してからでないと企業に利益が入ってきませんから、いかに契約後の打ち合わせを短縮するのかが企業にとっては重要なわけです。ここに大手と非大手の違いが存在するわけなんですよね。安いには安いなりの理由があるということです。では最後に三角形の上3分の1の部分の大手ハウスメーカーについてなんですが、大手ハウスメーカーは先ほどからお伝えしている通りで、積水ハウス、大和ハウス、住友林業、ヘーベルハウス、パナソニックホームズ、三井ホーム、積水ハイム、三沢ホーム、トヨタホーム、これら9社になります。ここの層は住めればいいというだけの家を建てるのではなく、性能もデザインもこだわりたい、そんな方向けの層になります。それで大手ハウスメーカーは先ほど説明した中堅ローコストメーカーとは逆で、契約後の打ち合わせをかなり長い期間取ることが可能です。具体的にはどんなに短くても4ヶ月くらい、長ければ平気で1年近く打ち合わせをするケースもあります。しかも打ち合わせの回数制限とかもないですから、結婚式の打ち合わせと同様に正直打ち合わせの回数を重ねたもの勝ちなんですよね。ただしそれだけ時間と労力が必要になってくるわけなので、金額が高くなるというのがこの層の特徴になるわけです。なのでハウスメーカーを選ぶときというのは、これまでお話しした業界の全体像をまず思い浮かべていただき、自分たちがとりあえず住めるだけの家作りでいいのか、住めるだけではなく機能性にもこだわった家作りをしたいのか、性能にもデザインにもこだわった完璧な家作りをしたいのか、これら3つのどこに該当するのかをまずは考える必要が出てくるんです。そしてその上で好みのハウスメーカーを見つけていくわけです。これが理解できていないとどういうことが起きるのかというと、よくあることとして、例えば中堅ローコストメーカーに過度な期待をしてしまい、契約後にあれができないこれもできないと言われ、結果建て売りと変わらないようなデザインの家が完成してしまう。分かりやすいコストでしか比較検討できなくなる。ハウスメーカー迷子になって結局決めきれない。これらの状況になってしまいます。そうならないようにするためにも、まずは業界の全体像を思い浮かべながら、自分たちの理想がどこの層にマッチするのかを考えてみてください。最後に予算はどのように決めればいいのかという疑問についてです。これって非常にシンプルで、手取り年収の8倍、これが住宅ローンで借りてもいいアッパーの金額になります。というのも住宅ローンって額面の年収の8倍までだったら普通に借りることができてしまうんですよ。なので例えば旦那さんの額面の年収が500万円、奥さんの額面の年収が500万円で世帯年収が1000万円の場合、単体で住宅ローンを借りるんだったら4000万円、収入合算で借りるんだったら8000万円は借りることができてしまうということです。でも借りられる額と返せる額は違うんです。私はもともと銀行員でしたから、無理に住宅ローンを組んでローンが払えず2年後に売却してしまうみたいな人を結構見てきました。なのでそうならないようにするためには、税引き後の実態に合わせた手取り年収、これで計算しないといけないわけなんです。
つまり年収500万円だったら手取り年収はだいたい390万円くらいになりますので、その8倍の3120万円、年収1000万円だったら手取り年収はだいたい750万円くらいになりますので、その8倍の6000万円、ここまでなら借りても大丈夫ということになるんですね。ただしこの手取り年収の8倍という借入額は余裕を持って大丈夫と言える金額ではなく、多少背伸びをしないといけないけれど、まあ、可もなく不可もない金額かなという感じです。具体的には返済期間35年、変動金利 0.775%、 元利均等返済、ボーナス返済なしの場合、年収500万円で額面の8倍の4000万円を借り入れたんだったら月々108,768円、年収500万円で手取り390万円の8倍の3120万円を借り入れたんだったら月々84,839円になります。また同じ条件で年収1000万円で額面の8倍の8000万円借り入れたんだったら月々217,537円、年収1000万円で手取り750万円の8倍の6000万円借り入れたんだったら月々163,152円になります。この動画を見てくださっている方で今例に出した年収帯の方からすると共感していただける部分だとは思うんですが、こうやって計算してみると私が多少背伸びしないといけないけれど、まあ、可もなく不可もない金額といった意味が分かっていただけたんじゃないのかなと思います。とにかく手取り年収の8倍、これが住宅ローンで借りてもいいアッパーの金額だと覚えておいてください。そしてそこから状況に合わせて自己資金で調整していくっていうイメージです。これだけ守っていただければ予算で失敗することはありませんから、今お話したことをぜひとも覚えておいてください。あとこれは完全に余談にはなるんですが、ハウスメーカーと打ち合わせをしていると時々 FP を紹介するので、そこでお金の相談をしながら予算を決めていきませんかと提案されることがあります。ただこの FP って正体は保険屋です。なのでメインは自社の保険を売ることなんですよね。もう少し詳しく順番に説明をすると、その FP と呼ばれる保険屋はまずお客さんの日々の生活費や固定費を聞き出します。次に聞き出した生活費や固定費を圧縮する提案をしてきます。最後に圧縮した分の金額を住宅ローンと保険に回しましょうと提案してきます。だいたいこんな感じの進め方をしていくわけです。住宅ローンって100万円借りるごとにだいたい3000円返済額が増えるイメージですから、その役で3000円固定費を圧縮できれば住宅ローン100万円多く借りても大丈夫という考え方になるんですよ。なのでこれでお客さんの予算を伸ばしていくわけです。あとは状況に応じて年収が上がる前提でライフプランを立てて、その家庭を根拠に少し多めにローンを借りても大丈夫とか言ってきたり、退職金がある前提で話をして、退職金がもらえたら住宅ローンを一括で返済できるから大丈夫とか言ってきたりもします。ただここで皆さんが惑わされないようにはっきりとお伝えをしますが、あれこれ調整して節約したとしても年収以上には豊かにはなれません。節約を頑張っていればいつか豊かになれると夢を見るのも違います。それは現実から目を背けているだけです。もうこれはどうしようもない事実なんですよ。このことはきちんと理解していただき、 FP の甘い言葉に惑わされないようにしてください。ということで今回の話をまとめると、家づくりの進め方は土地から購入する場合、ステップ1、ハウスメーカーを選び候補のメーカーを3社以下まで絞る。ステップ2、候補のハウスメーカーに土地探しを依頼する。ステップ3、提案されたものを比較検討してハウスメーカーを決定する。以上の3つのステップを順番にこなしていくだけで、すでに建築地がある方の場合は今お話ししたステップ2がなくなり、ステップ1、ハウスメーカーを選び候補のハウスメーカーを3社以下にする。ステップ2、提案された資料を比較検討してハウスメーカーを決定する。こうなるだけだということ。ただし進め方としては非常にシンプルなんですが、土地から購入する場合、土地を最初に探してその後にハウスメーカーを選んだ方がいいのでは。候補のハウスメーカーを絞ると言ってもどうやって選べばいいのか、予算はどのように決めればいいのか、おそらく大きく分けてこれら3つのような疑問が出てくるかなと思いましたので、それらの疑問に対してそれぞれ回答していった形となります。住宅購入未経験の方からすると、何から始めればいいのかわからない、どのような順番で動けばいいのかわからないという状況だと思いますので、今回お話しした注文住宅の購入で動き始める前に知っておくべき購入手順、これをぜひとも参考にしていただければと思います。また今回お話しした内容よりもさらに深掘りした具体的なハウスメーカーの絞り方、検討方法について知りたい、相談したいという方は、私が作った担当者を自ら選べるネット版住宅展示場めぐりえから私との個別面談を予約していただければと思います。ぜひともご活用ください。それではまた次回も会いましょう。バイバイ。